ウズベキスタン人ってどんな人中央アジアにあるウズベキスタン。そこに住むウズベキスタン人がどんな人でどんな特徴があるのかはあまり知られていない。そんなウズベキスタン人について今回は見ていくことにしよう。ウズベキスタン人は日本にも滞在している。一定期間日本に滞在しているウズベキスタン人は2000年には184人だったが、18年後には3700人を超えた。 最も多いのは、ウズベキスタンからの留学生。首都圏や留学生の多い大分県に多く滞在している。また、ソ連に属していた国の中では、ロシアに次いで人数が多いという特徴がある。そんなウズベキスタン人だが、本国ウズベキスタンの人口はどのくらいなのか ウズベキスタンの人口は右肩上がりで推移していて、2017年の時点でおよそ3200万人となっている。これは中央アジアの国の中では最も多い人数である。人口ピラミッドでは一桁の年齢と20代が多く、その間の10代は少なくなっている。ウズベキスタン人の人種構成は、主要民族はウズベク人、ついでタジク人、カザフ人、ロシア人や少数民族などにより構成されている。 このうち最も多いウズベク人が人口のおよそ8割を占めているのが特徴だ。一方で日本に滞在しているウズベキスタン人はウズベク人とタジク人が大半を占めている。これはウズベク人が8割を占めているウズベキスタン本国とは異なった構成だ。ウズベキスタン人は日本人に似ていると言われることがある。これは他の中央アジアの国でも当てはまるが、ウズベキスタン人は基本的にモンゴロイドであり、そこに コーカソイドが混じっているためだ。このためアジア系の特徴を有しており、ウズベキスタン人が日本人に似ているとされるのだ。モンゴロイドとコーカソイドが混じっているので、ウズベキスタン人の顔は整っていて美人も多い。ウズベキスタン人を英語表記すると、ウズベク。公用語が英語ではないので、英語は通じないと考えた方がいい。ただし、ソ連崩壊を受けに、英語教育にも力を入れ始めており、 若い世代は英語力が向上してきている。英語教育だけでなく、税制面などの改革も進んでいるため、ウズベキスタン人相手の海外出張を実施する企業も日本をはじめとして増えてきている。ウズベキスタン人の名前は個人名、ミドルネーム、生で構成されている。この名前の構成はロシアの影響によるところが大きい。ウズベキスタン人の性格は保守的。国の情勢なども影響しているからか、金銭への執着が強い。 しかし、家族思いであると同時に、親切で心が広いというところもある。ウズベキスタン人の女性と結婚するにはどうしたらいいのか。実は、日本人男性はシャイで誠実ということで、ウズベキスタン人女性から彼氏にしたいと人気だ。実際に出会うのは難しいが、恋愛に発展し、結婚までたどり着くこともある。しかし、結婚後にウズベキスタン人を日本に呼ぶ際は、ビザの問題が生じてくる。 結婚する際は、プロに依頼すると失敗がなく進めることができるのでおすすめだ。出会いは少ないが、日本には多くのウズベキスタン人が留学で来日し滞在している。ウズベキスタン人留学生数は、2018年時点で2366人で、首都圏と大学のある大分県に多い。2015年には、社団法人のウズベキスタン人材育成協会が埼玉県に設置されるなど、日本での人材育成も進んでいるのだ。 右肩上がりで増加しているウズベキスタン人。アジア系のルーツもあるウズベキスタン人に日本人は人気がある。日本での出会いの場は少ないがお互いを理解すればいい付き合いができる。ウズベキスタン人に会ったら積極的にコミュニケーションをとっていこう。ウズベキスタンの夜遊びにハマったのは自分と同じ金髪美女好きのハーマ。